いいえ、アメコスです。アスシアのレーン全て食べ尽くしてみた。よいしょー。はい、ではね、今回はアスシアのレーン全部なくすというシンプルな企画ね。シンプルだけど意外とみんなやってなかった、ね、やってない。これ3回目の企画なんですけど、まあ実は1回目はね、あのコスモハイツさんとのコラボで人数が多かった。でも今回は本来の3人でということで、まあここで、あれよろずは4人メンバーじゃなかったと思うと思うんですけど、うん、まあ、一応寿司の企画の時はよろずを省かなきゃいけないっていうのがありまして、いやーこれもやりたくてやってんじゃないのよなんかね、そのよろずが体調悪くなった時にその寿司系の企画をやったのよ。そのせいでもうよろずは来ちゃいけないっていう感じになりまして、旅行とか行ってる時にやってたんだけど、うん、よろずが帰ってきてもやらせないと僕はよろずが出ないんですけど。いるんだよね、全然。いや、いるんだけど、全然ちょっとその離れててって言って、まあ、前回は俺ら3人の失敗してるわけだけど、どんぐらい食べれますかって話。俺は一応172巻いけてるんだけど、89ぐらいかな。あ、それジャイアントシフトか。そうだ、ね、ごめん、あ、びっくりした。俺か、うん、俺は48。48、いや48もすごい。俺マックス48なんだよ。全盛期でしょ。この前ジロー行った時にさ、うん、ジロー一杯も食えてなかった本当にそうだよ。まあ今消食が進んでます。そう、やばいよね、食事制限をね、全員でしてて。いや、そうそう、本当みんな頑張ってる。いや、食事制限をね、これに関しては、うん、本当に胃が細くなってきてる。一応俺らジムに関して言うと、俺とヨルソソータは行ってるんですけど、ケニー省いてますね。じゃあ俺が省いてる。あ、そうだ。あ、いや違うよ、あれ俺がお前が来ないように場所選んでる。いや、気づかなかったでしょ。俺がお前ら省いて。あ、そう、お前ら勝手に行ってる。お前以外のさ、3人の LINE グループあんのも、あれお前が省いてる。で、俺のグループあるし1人のね、うん、先週、はい、俺らと3人だけでディズニー行ったのも、あれお前が省いてる。そうそうなのこんな感じでね、記載の企画やってるので、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願流れ的には今のところはそんなに多くはない、うん、どうなんです。今回もきつかった場合はよろず呼ぶと。マジで最終手段か。で、場合によっては秘密で終わる秘密兵器でいいから。だから一応本当によろず出したくないから。出したくないね、できればね。3人で終わらせて、今回はもうよろずなかったねって。そう、カラッとあれどう。あ、俺はお腹いっぱいこの企画に合ってないからさ。俺はお腹いっぱい。なんでなんすか。やっぱさっき普通に飲み行ってからのこっち来てる。ああ、いや、これも理由あって、これね、コムドットの裏方のマツゲンさんに誘われたの。いや、そうよ。いや、そうよ。じゃあしょうがない。いや、違う。俺も行ったの、うん、俺も行ったんだけど、こいつが頼んだ。マツゲンさんが頼んだから違う。気持ちは分かるけど、お前が頼んだ。つなぎもういとかおいおいおい、俺マジで今日1日抜いてきたよ。あ、マジで、マジで抜いてきた。まあ、別に食べますよ、ほんと。ほんとに。行きます。で、今回はマジでこの店をもう潰すって言ってんだけど、まあ、戦略としてはやっぱり補充される前にガンガン食ってくると思う。はいはい、まあ、それはベースね。ああ、じゃあ6分ぐらいのところだ。あ、まあ別にそれでもいいわけ。いい、うん、だからちょっとガチで気合いでいくって感じで。水を持ってきます。あ、そうね。あ、いつもそれだもん。これ欲しいわ。欲しい、その欲しい。だからいつもはね、ソータがその水をコップに指で持ってくるから、あんまりこのご時世良くないっていうのは注意してるんで、そんなにもう持ってこない。いや、もうないんじゃない。あ、ありがとう。ありがとう。おい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 、おい、ちょっと待って。指入れてくんのよ。前回も注意したじゃん。水に指入れてくるとご時世的に良くないから。違う、だから前回は、うん、こうだった。こうだったんだけど、危ないなと思って不安定さに感じてたから、より、やより汚い。で、これ飲めないし。前回と違ったのは、俺一回アルコール除菌してからやる。いやいやいや、そこありがたいのか分かんない。そこの点がちょっと前回よりも変わってきてる。どちらにせよ。あれだ、水持ってくんの。もういらないもん、お前。あ、飲めない。飲めない。あ、申し訳ないな、そうね。潔癖すぎるわ。潔癖すぎるわ。いやいや、珍しい珍しい。どこに売ってんの。いや、一応買ってきたよ。あ、持ってきてるよ。買ってきた、買ってきた。無料であんの。仕込みにしては水冷たすぎるし。さっき買ったよ。本当にそこで売ってるみたいや。じゃあそろそろかな。でどうする。もうじゃあそれぞれ1位ずつで分けていく感じですか。そうだね、うん、じゃあ最初はケニー、ソータ、俺って感じで流す感じで、うん、流す感じで。なんか分かんないけど指の皮みたいなの入ってる。気持ち悪い。ささくれめっちゃ気持ち悪い。マジで。いや、お前はいいよ、自分のだから。みんなすごい不愉快。 SDGs SDGs 自分で出して。自分で人間型社会じゃないじゃあこっからかな。あ、これからか。赤い指からいきます。じゃあいきます。よーい、スタート。はい、お願いします。お願いします。じゃあこうヤリイカ来ました。めっちゃ食べないし、俺イカ食えない。あ、どうです。あ、食べる。はい、好き嫌いはちゃんと分けてください。よろずイカ食えんだっけ。うん。あ、全然余裕やん。全然余裕だね。なんか今日楽しいな。マジで余裕じゃない。なんか話すよ。
全然話せるもん、ね、もうこんな余裕、これ今試合中だとは誰も思わない、思わないな、ただのトーク動画だと思ってたから、ごめん、俺帰った方がいいかな、せやな、よろず余裕だし、なんで来たのってなるし、ギリギリだけよろず呼ぶって話やばいな、え、お前それは面白い、なしや、いや普通にヤバ、どれどれ、なんでまだ 2巻残ってんこれ、でそれでエビの尻尾だよ、びっくりした、普通に食べてないんすよ、まあ、死んだ方がいいよ、いいっす急にいいっすお前、そう前回これなんか俺が全然食べてないみたいになったね、食べてなかったからね、それ良くないから今回ちょっとこれさもう自分のゾーンにしようぜ、あーちょっとこれはずるい、いやいいけど、お 前皿の枚数見た結果お前が少なくてマジ強くないから、ね、そうだよね、そうだ、でも寿司屋の場合って言ったら匂いつきそうだよ、ね、生臭そうじゃん、それもエッチでいいか、いやさ生理中の女も生臭いから言うな言うな、あごめん、血生臭い、血生臭い、血生臭い、血ってどうボルガンみたいな生臭いからじゃない、面白い、築地？築地だからね、整理です、ゲームみたいな築地か整理か人狼みたいな、今日築地行ってきました、築地行ったの整理どっちなのみたいな、そろそろ終わるんちゃう、楽しかったです、なんかあれそろそろチャンネル登録とかに流して終わります、決まったよ、え？でもね、本当になんか最後のエンディングの感じだけ撮るか、それでは次の動画でバーン。はい、ということで2日目です、ありえない、ありえない、ね、この企画2日はダメだよ、こうやってコスパがいいから選ばれてる企画だから、まあそうね、2日目っていうのは基本的になし、今回はちょっと半畳目の時間に来たらありすぎる、ちょっと極端だよ、極端よな、ちょっと一応俺今日何も食べてますね、食べてない、はい、食べてないです、ガンガン行こうかな、え、スレーマンさん、スレーマンさんじゃない、言うなスレーマンさん、スレーマンじゃない、俺のその猫っていうゼミがあるんだけどそのオタクみたいな名前をするんだけど、シャムさんとか杉山さんとか前の動画で言ったやつ、あれあの俺ゼミの人にバレて変な感じになる俺次シャムさんに顔合わせできないから、そのクラスの中だとさ、お前って弱者だから、弱者だ、もしかしたら次行ったらいじめられる可能性あるけど、あるんだけど、あいつらはあいつらとか言ったらあるけど、あのチャットではめっちゃ強気だけど、ワンチャンそのチャットでお前が膝から崩れるほどの悪口言ってくれるから、いやあるよYouTube のコメント欄でめっちゃ言われるから、あの頃のアンチ来たら猫の人ってこと、猫の人、はい、じゃあ行こうか、番号書いてあるからまさにが、次のところからケニー・ソータ、ヨロゾン、俺みたいな順番で回してって、じゃあ、行こう、行きます、よいスタート、ちょっとリックだ、ヨロゾン、エビアレルギーとかあるんじゃない、あ、あるけど大丈夫、リックのお前、あ、ちょっと待って、もはい、いい感じ、いい落ちるよ、みんな慌てられないこれ、やっぱ4人いるといけるわ、でも待って、水持ってね、やべえ、めっちゃ物つけるじゃん、やばくない、やばくない、いったあれがない、あれがない、じゃあ入って入って入って、もうなんか塗って終わったや俺さ、なんもないと思ってするしさ、ケーキ入ってたよね、2個ケーキ入って、急にケーキが来て、俺は戦争でした、いや、そっちか1回でクリアできるとは思ってないけど、うん、結構溜まったよ今、昨日分くらいは溜まったすでに、とりあえずさ、消費しないでしょ、一旦お前に…違う俺が取った皿、こいつ取ってた見てない、リプレイあるあ、証拠あるから、証拠ある、普通にだって食べたかったやつ、ガチな方で言うと、ガチな方で言うと、一緒に、そのわけない、証拠あるよ、マジ証拠ある、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 ドン、いや、でも一応今確認できないからこれはすごい、え、まああの編集者はあの本当に気圧してください、そんなに心配あるの、そんな気づいてなかったけど、え、行くから行かない、自分がお前食ってたよ、本当は編集者は分かる、編集者は分かる、編集者は分かる、ドンやってない、この時間に俺無理、水だ、よろずの君で気分してる、はい、どうも、これ俺的にはあんま好きなのが出なかったんですけど、本当に光物が一気にないのよ、光物はやばいね、やばくない、光物はマジで無理だわ、お前さっきやんなかった、サバイ
ってないよ。そう、そうだそうだ、いやめっちゃ忘れてたもん。最後の坂、普通にお前だったと思う。なんで上からこれやってない。証拠はあるからね。何してんの？何してんの？私四つ一気に持つの無理です。申し訳ないわ。いや、こうとか。いや無理だ。いや、俺できよ。なんで？あ、ごめん、でも少なくなっちゃってるわ。満パンまで入れたんだけど。あ、じゃあこぼしてきてよ。拭いて拭いて。はい、じゃあまあ一応ね、次じゃあちょっとさ、光り物の押し付けやめよう。俺一回使ってない。一回光り物やばい。光り物の。え？光り物でしょ？光り物お前ねどっちか。黒光り物。黒光り物。黒光り物。俺赤光り物。赤光り物ね。赤貝とか。赤貝。赤貝とか赤光系か。じゃあどうする？なんか光り物じゃんけんしてる。え、ちょっとそう。で、光り物の選択の。ちなみにですけど、光り物好きです。え？そうなの？ずっと前から言ってる。光り物好きです。時間も好きだし、光り物好きです。ありがとう。ありがとう。ありがとう。くれてよかった。くれてよかった。本当に？俺らマグロとか、マグロサーモン。あの子供が最初から。じゃあ俺のまあ美味しいもの、じゃあ俺の廃棄、はいはいはい、廃棄だね。でもどちらかというと異端のやつ、ごめん無理それ。異端のやつそれはまず無理。よかった。異端のやつ任せ。あ、オッケー、任せ。はいはい。じゃあ美味しいものでいいよ。あ、こっからじゃないですか。結構空いてる。本当に。ボタンで何がどこまで空いてる。だからこれがもう秋が来た段階で始めちゃったら気圧や。補充する前に俺らが食ってるってことだから。しかもほら押し台から取ってくれてる。オッケー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 。俺らは一人じゃないんだよ。そっか。だってみんなさ、宇宙船地球号の仲間じゃないか。宇宙船地球号の仲間じゃん。こっから？お願いします。正解、頑張ろう。はい、頑張ろう。あ、分かった分かった。あ、分かった分かった。これは取ろうよ。はい、時間だからピンチ。ガンピン。もうアナゴはどうだろう。使ってないもん。やっぱりいたんか。あ、これ痛んだ。これ縁側で縁側どっちだろう。下っぽい。だいぶ空いてるわ。うまく仕分けしてるよこれ。半端目が一番いいの。うん、タイもさ、身を言ったら光ってる。なんで自分から苦しむの。なんでお前自分で苦しむ。気持ち悪い。自分で苦しむのはまさに痛んだと思う。これ多分ちょっと痛い。いや、まだ痛い。さすがに痛い。痛すぎ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 。なんでだって、スキアだもん。スキアっていうベースのことで考えたらやっぱ。まあまあ。わらび餅。スキアいけるな。わらび餅好き。いいよ、わらび饅頭。わらび饅頭好き。好き好き好き。うわぁ、何これ。思った。てまずいわけやん。まずい状態いったんだ。まずい状態いったんじゃない。まだ甘ないです。まずい。まずい。ハンジャマすぎろ。ハンジャマに来たらもう。ちょっと待って。やばいやばいやばい。あのこれ。そうだ、レンジャー来た。そうだ、行った。頑張ろう頑張ろう。そうだ、行く。行ける、頑張ろう。早く、ジャケン、ぽい。熱い。ジャッシャー、グー。もっと、もっと、なんで。ジャケン、ちょっと責任感じてるから。一周したら、こっからだわ。判定タイム。安定タイム。アナゴ。カニマヨ文化があるわ。行く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 か。なすぐな。なくすだけやろ。行くか。うわ、やばいやばいやばい。ああ、やっちゃってやっちゃってやっちゃってわ。ああ。ふふふふふ。ええええ。腹だけきつくね。腹だけやばい。サラダもやばいし、カニ水サラダもいろいろあるもん。ちょっと待って、これちょっと萎えるな。いいとこまで行ったからこそ萎える。でも意外と補充されてないんよな。減ってるんだよな。俺もうね、今すぐ発信して頑張った方がいいです。だって見てこれ、どうやって行くの。しちゃうか、始めちゃおう。ちょっと治療されてるよ。うわいや、取ろう。今度もう始まってたね今。いや待って待って、やばいやばい、そっかさっきやばい、お前な、見ろ、全部サラダや。ちょっと待って、よくなくない。サラダどうかーん。いや、そうしよう。今からいや、マジでサラダは寿司じゃないです。ちょっとね、サラダじゃないですから空いてるとします。で、これで叩かれたりとかしたら全然納得いかないよ。やってみろよ、おめえら。待ってこい。サラダ寿司じゃねえだろ。外国人の見た目が俺消えろ。
俺らもさ、やがてはさ、海外進出もやってるわけだからさ、海外の人が見て不快に思うチャンネルにはしたくないわけ。してないですよね、コメント来た場合に。備えてない。カニ味噌は？カニ味噌は違うよ、絶対。いや、寿司じゃないよ。寿司じゃない。おい、どんどん。あん肝も違う。あん肝も違うね。グラタンって言っちゃってるもん。グラタン。グラタン。これ、サイゼに置いても。これ寿司じゃない。俺ら寿司しか食わないんだ。寿司食いに来てるんだけど。でもなんかグラタン相手で。姉さん。これはもう、サイズ金が見ない。見方やばい。俺らさ、サラダばっか食ってたらさ、寿司屋で寿司以外だと思われるよ。あ、まあ、その延長も防がない。そうそうそう。次からネギマグロは行かないね。寿司だ、それは。やっぱ寿司は美味しいね。いい。寿司はやっと美味しい。全然違うでしょ。いけれます、いけれます。何でもありになってきてたのよ、これは。よくないね。あ、取ってと言わんばかりの、いや、ドロドロしたのまで寿司って何でしょう。握れよ。握れと握れるもの寿司って言え。握りまぐろどうした。やばい。どんどん。やばい。でもいけんじゃん、これ。え、待って。いけるんじゃん。お、待って、いけるかもしれない。いや、マジでない。今、そこで、簡単さ、準備してるところの近くに来てた。そしたら、マネージャーみたいなやつが、バイトに、どんでねえ、なくなってから報告する。俺らもペアマジでなくなってるやつあるわ。いや嬉しい、ごめんな。でもマジでめっちゃおもろいな、それスラボみたいなの。どうで来たら寿司じゃない。あー、落ちたら寿司じゃない。もう食べたら食べに行って。成功成功。